はい、どうも皆さんこんにちは。家賃300円チャンネル一流のあたです。まあ今日なんですけれどもね、節分に対してちょっと文句があってこの動画急遽撮ってるんですけれども、まず今年の節分、突然2月2日になったじゃないですか。誰の許可を得て2月2日になったんかなって。そんなね、突然早まられてもこう我々 YouTuber 対応できないじゃないですか。それはしっかりね、アポイントとか取りに来てほしいなっていうのがまず1点と、節分って、まあ、鬼を退治するイベントで鬼に対して豆投げるじゃないですか。誰がね、ほんまに鬼倒そうと思ったタイミングで豆投げんねんと、必死のパチでやばい鬼にやられると思った時に豆投げようって思うやつどこにおんねんって話で、鬼は豆じゃ倒せん。鬼を本気で殺そうと思った時誰が豆投げるん。鬼を本気で殺すなら、はい、それはもちろん鬼殺しでしょ。ということで鬼殺し飲んでいきたいと思います。いただきます。いや、それで僕だって鬼殺し飲んで鬼殺せるわけないって分かってるんですよ。誰が鬼殺そうと思って鬼殺し飲むんすか。そんなアホいないでしょ。まあ僕だって友達と集まって豆投げたり豆投げられたりしたかったけど、そんな友達いないから、もうこうだったら一人で鬼殺し飲むしかないじゃないですか。ということで、来年の節分、一緒に豆投げ合ってくれる方、募集してます。ぜひ。